ばんは、のっぴーです。雑談日記第4弾、今回はですね、先ほどこんばんはとお話しましたけども、朝ですね、収録をさせていただいております。前回のですね、雑談日記ではタイムラプス撮影ということで、たくさんのですね、写真を撮ったものを並べて動画にするというちょっと変わった映像をですね、作る、そういったお話をさせていただいたんですけども、この時にですね、長時間カメラの電源を入れた状態で撮影をし続けることになります。前回の動画はですね、どのぐらいの時間がかかったかと言いますと、3秒に1回ずつ写真を撮っております。それを合計2000枚撮影しておりますので、単純に、2000枚かける3秒、ですから、3人が6で6000秒ですね。6000秒ということはどういうことでしょうか。1分間が60秒ですから、6000割る60秒ということになりますので、0が1個なくなって60だから100秒、100分ですね。100分間撮影に時間をかかっているということです。でその間ですね、3秒ごとに、1枚写真を撮っていると。そうするとですね、結構カメラのバッテリーが消費されるんですね。で以前の動画でですね、第1弾の雑談日記の中の最後にですね、なぜ GH4 を買ったのか、もう発売されて、新しい機種が発売されて1ヶ月ぐらい経った後に、購入してるわけですから、なんで今更なのっていうお話になるわけなんですけども、実はですね、この GH4 というカメラがですね、非常にバッテリーの持ちがいいということで評判のカメラになっております。動画を撮影することが、メインにできているカメラのようですので、やはりバッテリー消費量というのはですね、動画を撮るという意味では非常に重要な要素になってくるかと思います。私が選んだ理由はまずはそこになります。長時間撮影ができるということですね。で、話を元に戻しますが、その長時間撮影ができるということで、タイムラプス撮影とかですね、あとはとにかくもうひたすら、撮り続けると、定点、撮影とかいう名前だったりもするらしいんですけども、そういった使い方ですね。それを、目的として購入をしております。ただですね、いくらバッテリーの持ちがいいからといってもですね、正直まだ買ってそれほど使い込んでいないものですので、どのぐらい使えるかというのが私も把握できておりません。でまたですね、こちらのカメラを購入する前まではソニーの α7 シリーズ、こちらを使っておりました。今現在もあるわけなんですけども、ソニーの α7 シリーズはですね、非常にバッテリーの持ち具合が悪いです。あっという間にですね、バッテリーが、残量がなくなってしまうという部分がございますので、タイムラプス撮影とかですね、長時間カメラを使用しなければならないような撮影の場合にはですね、とても、向いていないといった方がですね、正しい表現なのかなと思います。その時にですね、購入したものがございまして、やはりタイムラプス撮影にはですね、長時間バッテリーを持たせるというのがですね、これが必須条件になってきます。そんな時にもう少し映ってますけども、重要なアイテムというのがこちらです。はい、こちらはですね、ケースリレーというアイテムになります。
ちょっと全体が映っていないのでこれだけだとわからないんですけども、このケースリレーというものがですねどういうものかといいますと、これは本体になります。でこれ以外にですね、DC カプラーというものがありまして、こちらですね、これはですね、GH4 用の、DC カプラーになりまして、バッテリーのところにですねこれを入れます。でここにケーブルがついておりますけども、このケーブルの先端というのがですね、こういう形になってるわけですね、はい、こういう状態になっております。はい、でこれをですねどうするのかと言いますと、先ほどの、ケースリレーのですね、こちらのケーブルがですねこういう風になっておりまして、これを、先ほどのものにつけます。でこのケースリレーというのはですね、この本体にもですね実はバッテリーが中に、この中に、入っておりまして、こちらがですね 1200mAh、のですねバッテリーも内蔵されております。でこの反対側には実はこちら、USB ケーブルの端子になっております。はい、こんな形ですね。でこれどうするのかと言いますと、この USB ケーブルをですねスマホとかでよく使われているモバイルバッテリーでございますよね、こんな感じのものですね、はい、これにですね先ほどの USB ケーブルを挿します。要はこういった大容量のですねモバイルバッテリーをですね使ってですね、カメラの撮影に使えるということです。通常のカメラのバッテリーというのがだいたい 2000mAh ぐらいのものが非常に多いです。で今はですねモバイルバッテリーと言いますと、例えばこちらのモバイルバッテリーも、これもだいぶ前に買ったものなんですけども、こちらが確か、出てますね、1万ミリアンペア、ということで、通常のカメラの、約5倍で、これ以外にもですね、私が持っているものの中では、2万ミリアンペアというものもございます。でこういったモバイルバッテリーをですね、使うことによって長時間の撮影に対応ができるということですね。で私が持っているこのケースリレーですね、このケースリレーというアイテムはですね、いろんなカメラの、DC カプラーが売っております。でこのケースリレー本体と DC カプラーというのが別売りになっておりまして、本体と、それぞれ、お手元にあるカメラに合わせて DC カプラーを用意すると、そういった構成になっているようです。私はソニーの α7 シリーズのものと、今回の GH4、 こちらに合わせて、DC カプラーを2つそれぞれに、1個ずつということですね、購入しております。で本当はですね、ペンタックス用も実は欲しかったんですけども、残念ながらペンタックス用はですね、販売されていないようです。それ以外には、ニコン、キャノン、あと富士フイルムがあったかな、ごめんなさい、ちょっと富士はちょっとわからないんですけども、そんな形で DC カプラが用意されているようです。はい、長時間撮影にはですねバッテリーの持ち具合というのは非常に重要な要素になってきますので、単純にタイムラプス撮影とかですね、そういった長回しの撮影、こういう時にはですねとても重宝するアイテムになるかと思います。ぜひこちらの動画を参考にしていただいてですね、カメラライフにご利用ご活用いただければと思います。本日はご覧いただきまして誠にありがとうございました。